こんばんは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、日本の社会にあるその同調圧力ですね。これについてちょっとお話ししたいと思いますと。で、キーワードがですね、相互監視と相互規制ということですね。ですね、例えばなんですけど、自粛警察なんてね、言われるのが、例えば他者の目を気にする日本人のね、同調圧力の強さの表れなんてね、こう説明されることもありますと。まあ、日本社会あるいは日本人の特徴についてですね、同調圧力、つまりこう集団主義っていうんですか、こういったものが、行動する、これどうしてなんですかという、まあ一つのですね、まあ説なんですね、これね、こういう説がありますよということで紹介したいと思いますと。で、日本人が集団主義的な行動を取るっていうのが、実は相互監視と相互規制による仕組みっていうのが日本社会にありますよと。まあ、このおかげでですね、まあ、お互い監視あるいは規制し合うことで、同調圧力につながるというふうに考えられてますという説ですね。これはですね、日本社会の特徴という意味では説明ができるんですけど、日本人ここの人を見れば、まあやっぱ考え方バラバラですからね、必ずしも集団主義的とは言えないのではないかと言われてますね。これはですね、あと日本人とこうアメリカ人の比較な試験なんですけど、まあ、いろいろな研究結果があるんでね、まあ、一つの例として挙げさせてもらいますと。まあ、例えばですけど、4人1組です、実験します。1人1人例えば100円ずつ配りますと言いますね。そうしますと、その100円を、例えばいくらか、まあ、半分なら50円ですけどね、寄付すると。寄付っていうのは誰かに寄付じゃなくて全体に寄付をするっていう形ですね。ですから、まあ、中央の貯金箱に入れるって考えだと一番わかりやすいかもしれませんけども、まあ、その貯金箱にいくら寄付しますかということで寄付しますと。で、その寄付したものは倍になって分配されますよという条件でですね、どういう行動をするかと調べましたと。そうするとですね、そのお金を、どのぐらい寄付したのかっていうその割合見ますとですね、アメリカ人が56%、日本人が44%寄付しましたよっていうんですね。これはですね、寄付した人は、例えば50円なら50円寄付したら、まあ、その分損するわけですけども、まあ、例えば50円を倍にすれば100円ですよね。で、この100円を、まあ、33円ずつですね、他の3人には分配されるんで、3人はその分非常に儲かるわけですよ。自分は損するけどと。でも、倍になって分配されれば全体としてはプラスですよね。っていうことで、どうでしょうか、集団主義的に考えた場合には、寄付をすればするほど、その4人1組の集団として見た場合には、全体的な利益は上がるんですね。ですから、アメリカ人の方が、日本人よりも、まあ、12%ほどね、寄付する方が多かったと。まあ、これはですね、まあ、16回繰り返した実験なんですけどもね、その結果なんですけども。ですので、まあ、アメリカ人参加者の方が日本人より集団主義的なんじゃないですかっていう結果になりましたと。で、ここでですね、先ほどのキーワードの、相互監視、相互規制ですね、お互いこう何をしてるか見てね、お互いこういう変なことしないかどうかね、確認し合うと、それで、まあ、牽制し合うと。まあ、こういうようなね、仕組みが、まあ、あるかどうかをですね、調べるために、今度は条件変えましたと。寄付をしてそれが倍になる。これは同じだと。ただ、寄付額が少ない人にはですね、罰金を与えますよと。まあ、つまり、寄付額が少なかった人は、罰金として、これまでのこの利益額からね、その分引かれてしまいますと。いうような条件を与えましたと。で、これで日本と、アメリカ人両方比較したら、アメリカ人76%、日本人75%ということで、まあ、ほぼほぼ同じになっちゃいましたということですね。まあ、こういうのを考えると、罰金があると、
なれば、日本人もアメリカ人も同じぐらいの集団主義的行動をとるというふうにも、まあ、言えるわけですね。まあ、先ほど申し上げましたが、これは実験のあくまで一部の一例としての話ですから、まあ、たくさんいろいろ比較研究が行われてますよということなんですけども、その結果をね、いろいろ見てもですね、個人個人の考え方としては、必ずしも日本人の方が集団主義的っていうわけじゃないっていうような、まあ、結果がほとんどですよということなんですね。まあ、いずれにしましても、国や文化、そこに住む個人には様々な特徴があるんですね。国民性っていうことで安易に決めつけてしまうっていうのは、実は非常に注意が必要なんですよっていうことなんですけども、はい。よく日本人のですから、同調圧力が強い強いっていうのも、どうでしょう、海外の、まあ、ぶっちゃけまでも知ってる人だと、まあ、海外の通信社で働いて、今、日本の大学で教授やってる女性の方いますけども、まあ、その留学されてる時の話とか、いろいろね、向こうで勤めてた時の話を聞くと、結果出せばいいわけですよ。まあ、そのやり方としてはね、ある程度裁量があってと。日本の場合はどうも、その組織の輪を乱すというかですね、そういったことに対してはですね、非常にこのプレッシャーがあるということで、やることやってれば自由じゃないのという向こうの、まあ、アメリカでね、留学されてた人ですから、アメリカの考え方と日本の考え方の違いということをね、まあ、率直におっしゃってましたということですね。で、あとこれ実はですね、ぶっちゃけまる少しね、第二次世界大戦の話になっちゃうんですけども、日本人が戦地に行ってですね、まあ、捕虜になると、そうしますとですね、まあ、もちろん自分がこの知ってる秘密なんていうのはね、口外しないようにということは念をされるわけですけども、まあ、例えば捕虜にした時にアメリカ人がね、優遇するわけですよ。例えば食事を、あったかいね、食事を用意してあげる、柔らかい布団を用意してあげる、ね、必ずしも威圧的に、高圧的に、暴力的にですね、自白させようなんて決してしません。そうするとですね、日本のね、捕虜はですね、自分の知ってるはあの情報をね、まあ本当にきれいさっぱりお話ししてしまうということでね、まあここで、まあ、そのアメリカ軍のですよ、アメリカ軍の、一つ、そのどうしてそういうことが起きるのかっていう、まあ、レポートがあるんですね。で、そこでですね、まあ、日本人っていうのは村というんですかね、そこに忠誠を誓ってると。その集団とか村とか、そういったところのために、まあ、自分を押し殺しても、その一生懸命ね、働くということで、まあ、いろんなエピソードありますけどね、次男三男が、まあ、志願すると、兵ですよね。で、その時に自分が死んだら村はその戦死した家族を大事にしてくれると、それ見てきてるわけですよ。だから勝てばそれでよし、余震波負けても余震波死んでも自分の命で家族が守られる、こういうことでですね、志願していくという話はありますね。どうでしょうか、相互監視、相互規制、別に日本特有とまでは言わないですけども、まあ、こういったものがどうしてもこう強くなればなるほどですね、同調圧力、こういったものが強くなるんじゃないでしょうか。まあ、はっきりとね、これが国民性だとか、簡単に決めつけることはもちろんできません。もちろんできないんだけども、何かやらされてる感っていうんですかね。ちょっとぶっちゃけまでも、その同調圧力、同調圧力っていう話を聞くたんびに違和感持ってたんですけど、今回ね、いろいろ調べさせてもらったら、なるほどと。自分の意思で、よし、やってやろう、こういうふうにしようって言うんじゃなくて、人の目を気にして、こうすることは良くない、みんなとね、同じことしなくちゃいけない、こういうふうに思い
困されそうになってしまう社会。これもしかしたら、私、ぶっちゃけ者が感じてた違和感の、まあ、正体の一つなのかななんてちょっと思ってですね、ちょっと今回の動画、言葉だけなんで分かりにくいかもしれませんけども、ぶっちゃけ丸なりにですね、ちょっと調べたことですね、動画にまとめさせてもらいましたということですね。本日も動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。